シンセ・ギョンは、韓国の女優。1998年に、ソテージの曲、テイクファイブのポスターのモデルでデビューした。2009年から2010年にかけて放送された、シットコムの、明日に向かって、ハイキックに出演し、人気者になり、以後テレビドラマや映画で主役を演じるようになった。2009年、中央大学公演劇映画学部に入学したが、その後休学している。 所属事務所はナムアクターズ。身長は164センチメートル。2011年、スーパースター計算ハイライトし社会1998年、小学2年生の時に、ソテージの曲、テイクファイブのポスターのモデルに起用され芸能界にデビューした。それ以前にもテレビの子供向け長寿番組などへの出演歴がある。二千四年に公開されたムングニョン主演の映画、 マイリトルブライドに、主人公の友達役で出演して、俳優としてデビューした後、韓国現代文学史を画する大河小説、土地のテレビドラマ化作品、名家の娘ソヒで、主人公ソヒの少女記役に、オーディションで選出され出演した。2006年夏には主演した怪奇映画、シンデレラが公開された。マイリトルブライドと、 シンデレラを通じて落ち着いたしっかりした演技で注目された。2009年にテレビドラマ全徳女王で主人公の双子の姉チョンミョン王女の少女期を演じて視聴者の目に留まりオムニバス映画中の一編で互いに恋人を取り替えてみる高校生たちの一人を演じた後9月から翌2010年3月にかけて放送されヒットしたシットコム明日に向かってハイキックに 家政婦役で出演したことで人気者になり、数多くのテレビコマーシャルや各種媒体の広告に登場するようになった。2010年には、テレビのリアリティショー、アイアイムリアルで範囲での休暇を披露し、出演したオムニバス映画、アコースティックが公開された。2011年から2012年には、俳優として映画、青い塩とリターン・トゥ・ベースに出演し、テレビドラマでは、 根の深い木とファッション王に出演、いずれも主演を務めた。映画、青い潮は、名実ともに韓国映画界を代表する俳優村、ガンとの共演作で、孫ガンには深く考えて努力する姿勢が良いと評された。2012年には、俳優活動以外に歌手として、初めてデジタルシングル、と、を出した。専用は、すでに中学生の時に、 歌の訓練を受けていて、2010年の事前のためのアルバムに歌が収録されていた。他に映画アコースティックと青い塩のサウンドトラックでも歌が使われている。2013年に恋愛物のテレビドラマ男が愛するときで、損数本の相手役を務めた。2014年には映画とテレビドラマに出演している。ありがとうございます。